こんにちは、群馬の八幡の浅野香織です。今日はこちらのこんなに大きくいい色に育った秋色アジサイを、もう7月も終わってしまうので花を切ってしまいます。こんなに素晴らしいのでとてももったいないんですが、ここで7月中に花を切らないと来年のための花芽が育っていきません。ですので惜しいですけれども、切って植え替えをするために切ります。どこで切るのかお伝えしていこうと思います。それでは前回と同じく、まずはこの添え木ですね。ギフトの鉢花は花をこうしっかりと立てるために添え木がしてあります。これを取っていきます。花がすごく大きくて重いので添え木をしないとですね、こんな風にテロモンと花の重みでですね、枝が横に張ってしまうんです。それほど花が大きいということですね。添え木を全部取りました。先ほどよりも花が横に重みで広がっているのが分かりますでしょうか。こんな様子です。それでは切っていきます。皆さんはもうご存知かもしれませんが、アジサイの枝の土、こう枝の枯れ枝のようになっている、茶色になっているところから一節二節目、ここですね、この辺りで切るのがいいです。例えばこちらの枝のように3節目にもいい芽がすでに出ている場合もあります。この場合こちらの方がこの2節目2節目よりも大きくて、こちらを育てたいという場合もあるかと思います。その場合にはここで切っても大丈夫です。3節目で。ただこちらからもこの後芽がだんだんと伸びてきますので、そういった時には花を大きくするためにも後から伸びてきた芽はこうもぎってしまってください。またこの木化した部分ですね、茶色っぽい根元に近い部分からも細い芽がたくさん出てくることがございます。こちらもあまりこう太い枝になることがないので、伸びてきた時には切って切るか、またはこうギンと折るような感じにして、なるべく大きな芽に養分が集中するように育ててください。最終的には一番大きな太い枝から5番目ぐらいまでを残すような感じにして、そこに養分が集中するようにして育てて花を咲かせていきたいと思います。ちょっともったいないですね。1輪目2輪目とても綺麗なので、もう飾ったりドライフラワーにしたりして、この後も楽しみたいと思います。こう中の方はまだ色がブルーの色が残っている場合もありますね。すごく最後までよく育っていたので、こんな風に大きくなってます。そして切った鉢なんですが、このぐらいになりました。こういった茎と葉っぱの間から出てきた新しい芽を花芽として育てていきます。それからですね、だんだんと黄色くなってしまった葉っぱは、これは根元のところでこう養分を作っているんですけれども、しっかり光合成した後っていうのはポロッと、ちょっと触るとポロッと落ちるような感じに乾燥してきます。それは病気とか心配するようなことではなく自然なことなので、光合成をする期間が終わったんだなと思って、
ポロッと落とす、落ちるままにして大丈夫です。手で触ってちょっと今はないんですけれども、落ちるぐらいだったらもうその葉っぱは必要ないということになります。そしてだんだんとこの新しい芽の方が伸びてきます。では今日はこのまま植え替えではなくて、こんなに素晴らしい秋色アジサイになったのでドライフラワーにしていきたいと思います。ドライフラワーにする際のご注意点がございます。このように秋色アジサイとして緑色が濃くなって、それから紅葉のような感じに赤っぽく変化してきたりしてくると、シワシワとならずにこの綺麗な形を保ったドライフラワーにしやすいのですが、梅雨が明けないうちで、水分と乾燥を繰り返してしまうとちょっと枯れた色になりやすくなります。できれば外ではなくてお家の中で乾燥していただくことをお勧めします。ではですね、こちらのドライフラワーを乾燥させるときに便利な、こういった輪っかの吊り下げるものが、販売してあります。で、この部分にこの今回のドライフラワーにするアジサイがとても大きかったので、花同士がくっつかないようにしたいので、このフックの部分が離れています。ちょうどいいのでこちらで、ドライフラワーを作っていきます。ドライフラワーのこの茎の根元のところに、輪ゴムを通していきます。このような感じです。今回は葉っぱもきれいに残っているので、葉っぱも一緒にドライにして一旦飾りたいと思います。全部輪ゴムをつけ終わりました。そうしましたらですね、このドライフラワーをかけるやつに、ちょっと写しながらで難しいですが、このゴムを通していきます。こういう感じですね。こういう感じで全部で6本吊り下げていきたいと思います。どこかにかけるところがあればよかったですね。ないです。これで6本全部吊り下げることができました。数がぴったりでしたね。これを直射日光の当たらないような窓辺で乾燥させてください。私はちょっとカーテンレールなんかに引っ掛けてしまっています。でもそれなりに可愛い飾りとなって癒されると思います。6本全部吊り下げることができました。このフックとフックの間の間隔が大きく空いているので、形を整えてドライにすることができると思います。これから1週間か2週間ぐらい窓辺のところに干していこうと思います。それで直射日光が直接当たると色が退色しやすいので、できれば、直射日光の当たらない窓辺の方がいいかなと思います。風も適度に入るとより乾燥しやすく色もきれいに仕上がると思います。途中でこう雨に濡れてしまったり、湿気が多く高くなってしまったりすると失敗することもあって、ちょっと枯れた色が入ってしまうんですけれども、そういった時にはその部分だけを取り除いたりして飾ってみてください。ではこちらの五号鉢のカットした方は、植え替えていきたいと思います。詳しくは以前に出した植え替え動画をご覧になってください。